はい、皆さんこんにちは、ワナレムルウシです、信長の野望創造戦国立志伝明智光秀リベンジ続きというかね、仕切り直しをやっていきたいと思います。前回はですね、光秀は徳川、北条、宇喜田、この辺りと、織田家を手切れにさせた上で、安土城を囲み信長をね、謀殺しようと試みたんですが、ご覧の通りですね、今安土城映してますけども、安土城の耐久1万6000、兵数1万というこの大軍を率いた信長の籠城戦の前に敗れてしまったというところでね、お届けをしました。おそらくあのまま続けてても、滅びたのは間違いないかなと思いますので、というのもね、この安土城に持てる兵力のほぼほぼ全てを投入して負けたので、まあ、あのまま続けてもおそらく信長に逆に攻め込まれていたんじゃないかと思います。ですので今回はですね、前回途中でセーブをしたデータ、家康、北条、宇喜田と手切れをした直後のデータからですね、続きをやっていきたいと思います。やっぱりこの信長の本体1万っていう軍勢を相手に戦うっていうのはかなり難しいと思うので、ここはですね、徳川、北条、宇喜田に戦争を仕掛けて戦力をね、多少分散させたいなと思ってます。ですのでまずは今回はですね、喧嘩を売りに行きましょう。まずは、まあ、兵力的にはそんなに多く出す必要はないかなと思うんですけど、そうですね、まあ、1000ぐらいの軍勢をまずは宇喜田で、長浜からも1400の軍勢を北条、さらには徳川、まあ、ここで一度喧嘩を打っておけばですね、徳川と北条、宇喜田と戦争状態に入るので、信長の本体が動かなかったとしても少なくとも周辺のね、兵力としては空白地帯が生まれるんじゃないかなと思ってます。で、あとは城の回収ですね。鉄が足りないと言って、回収するにあたって足りないと言われてるので、鉄をちょっと買っていきましょう。兵糧はできるだけ使いたくないので、兵糧を売るっていうことはやらずに鉄だけを買っていきます。まあやっぱりね、最後防衛戦の要になるであろう二条五所ね、何としても守りたいですからね。表情を始めましょう。報告いたします。今徳川に進行中、北条に進行中、宇喜田に進行中というところで、宇喜田とはもう戦争状態に入ってますね。なんで引き上げさせましょう。戻ります。で、家臣で提案で加増、加増してもらえるのがもうないんですよね。やっぱり松倉、機運、高原、諏訪城、この辺りだったらっていうのはあるんですが、飛騨か、ちょっとな、やっぱり信長の本拠地から離れすぎてるんですよね。いざ戦い、これで戦争状態に入ったんで引き上げさせましょう。兵力は無駄にできませんからね。で、こっちの北条に戦争を仕掛けるので、表情を始めましょう。先端を開いたら一度戻しましょう。
門を強化して3の丸にする作るためには木材が足りないか。あとは門はねやっぱり一番強くしとかないと心配なんで、優先的に門を強化していきましょう。ここはそもそも城の規模が小さすぎますね。ちょっとまた鉄木材不足か。出陣するぞ。出陣します。お助けいたします。これで戻ってどうなってるかだな。この辺りがあんまりやっぱり表情を始めましょう。先月の終始です。戦力的に分散はされてない感じなんですよね。でこのまま行くと浮田勢が滅びるな。浮田が滅んで毛利勢と戦う感じになるのか。どちらにしても信長自体は強くなりますね。これでも ここで先端が開かれてないっていうのがねちょっとあまりプラスじゃないですよね。表情を始めましょう。先月の収支です。1万か。やっぱりここ引き離すことができないんだな。となるとやっぱり自分の兵力を上げていくしかない感じですよね。どうしようかな。どこを優先的に強化していくかですけど、これでまた全てが不足する感じだね。鉄もやっぱり木材も足りないですよね。数が池と手切れにしたいけどマイナス76か。あと76も足りないんだな。かといって大友を攻めるだけの戦力は持ってないんで、うわーだいぶこれでも信長進行してるね。毛利領まで戦力的にどんくらいの軍勢を送れるかもう一度確認しましょう。まず矢上城から5000、二条五条から1万、これ全部疾兵できるかどうかなんですよね。ちょっと一度軍勢の数を揃えてみて疾兵できるかどうか確認しましょう。まずは5000、これは安土、まあ、全部安土なんですけどね。で、もみーから2700。手取りから2500。西賀から3900。こっからも3100が出せるか。
次が上野からも4000。で、長浜から出陣させ、最後は光秀、11100。これでだいぶ戦力的に上回ってるはずだ、信長に対して。止まれ止まれ。さあ、これで謀反を起こしていきましょう。と思ったけど、戦力が集まってくるまでちょっと待ちましょうか。先月の終始です。かしこまりました。兵糧がすごい勢いでなくなっていきますからね。よし、この状態で次のターンで独立していきましょう。表情を始めましょう。先月の終始独立をしていきます。敵が我が領内に向かっております。大御所の軍勢ね、攻めては来るよね。包囲します。さあ、これで信長を撃ちましょう。行くぞ。そしたら信長があっちにいるのを確認したので、かしこまりました。かしこまりました。信長がいないところから攻めるっていうね、姑息の作戦。続きなさい。承知しました。これでじりじりと城門を突破していきましょう。取ることができなかったとしても、戦いに勝つことが重要ですからね。皆の命を私に預けてください。ここに信長がいるのかいないのか。この戦いないな。我らが制す。そしたら次の門へと進みましょう。かしこまりました。信長はいないね。小笠原がいるだけだ。これは攻撃しましょう。ただ縄文の間も強さもやっぱりさすが頭上だね。あなたに見切れますか。我らの戦門あなたに見切れますか。我らが一度とくとご覧あれ。決裂せ。信長の方やしと。我らが攻め。ここに信長がいるんでちょっと下がりましょう。で、敵の援軍が来てるので、この戦我らが制す。敵城門突破しました。我らの戦命あなたに見切れますか。皆の命を私に預けてください。城門を破壊しました。せっこめ。敵も徐々に援軍が集まってきてるね。信長の窮地を知ってた。これが戦の作法よ。激戦になってた。今のうちだぞ。かしこまりました。参ります。我らの戦あなたに見切れますか。引き際は心得ています。
覚をかかれ。我らの手はあなたに見切れます。これで決めます。ルグナガはここにいるね。であればちょっと兵を引きましょう。ルグナガ相手に縄文を押しに戦うのが自殺行為ですか。承知しました。縄文を破壊しました。我らの攻め耐えてみせよ。続きなさい。かしこまりました。承知いたしました。これで決めるぞ。我が策で貴様らを殲滅する。我らが一番。僕とご覧あれ。これで信長と戦うのは兵力を消耗するだけなので。承知いたしました。よし、信長が引いた。信長が引いたので、信長が引いたら押していきます。最後の縄文だけは信長を前に縄文突破戦をやんなきゃいけないかな。まあしょうがないですね。なのでその時のためにできるだけ先方は取っておきたいですね。決裂。織田信長対談で来たから。やられたか。かかれ。縄文を破壊しました。縄文を破壊しました。地域全てを込める。我らが行くぞ。とくとご覧あれ。縄文を破壊しました。我らが攻めに耐えきれるか。続きなさい。数では圧倒的に勝ってるけど、侮るなよ。最後ここですよね。この縄文を信長相手にどこまで突破できるかですよね。まああと仮にこの戦いで、仮にというかね、もちろん勝つつもりでやってますけど、勝っても信長をね打ち取れない可能性というのが高いですからね。信長の武将ランク S、 最も討ち死にしづらく捕獲されにくい、そういうランクの武将なので、当然ね信長を捕獲するのが難しい可能性がありますからね。城が取り囲まれました。攻め、見切れまい。申し訳ありません。我らが攻めに耐えきれるか。とはいえ信長を討ち取れれば、続きなさい。打ち取れなくても組んでこの安土城を落として一矢報いたい。我らの力侮るなよ。この一撃全てを超える。さあ信長引導を渡す。決めます。我らの攻め耐えてみせよ。敵城門突破しました。やってくれるな。我らが行くぞ。とくとご覧あれ。かかれ。どっかの主力落ちたね。逃げるなら今のうちよ。これで終わりよ。これが戦の作法よ。我が策、貴様に見切れるか。敵が我が領内に向かっております。引け。引くぞ。よし、ただ安土城を落としたぞ。目的だった。ついに安土城を落とした。逃げたければ逃げなさい。これでどうなったかだな。とりあえず各隊を戻さないと急いで戻ります。信長がどこにいるかだなとか。信長は大御城に入ったのか。なるほど。まあ、大御城の方が落としやすい。落としやすいですよね。何？ただ大御城付近に安井成康10,000。いやー、信長打ち取れなかったか。やはりと言うべきか。
いやー、ただ一矢報えることはできたはずですよね。あとはこっからはもう地道に防衛線に徹していきましょうか。まずは戦力を各城に戻していかないと間に合うかどうかだね。表情を始めましょう。先月の終始です。まずは何はともあれ連合、何連合が今結べないのか。信長反信長連合を一刻も早くね結んでしまいたいところなんですけど、そしたら、まず配属で安土城に人を入れましょう。でかつその安土城の修復する武将がいないか、まあ、いずれにしても軍勢を戻しましょう。まずは1にも2にも。いざ戦へ。我が領内に敵が迫っております。さらにヤダメが囲まれたか。ヤガミ城に兵が240しかいないの。これ守るのきついな。キラトシミツかな、この部隊が間に合わないと思うんだよな。持ってくれればいいんですけどね。あと安土に7000という軍勢を、信忠か、信忠が安土城の奪回に向かってますね今。我が戦お見せしましょう。我が領内に敵が迫っております。どうするかな。二条御所の5000をうまく使わないと次々に城が落とされるというパターンになるな。今の持ち城を見ておくと、まずこの犀が手取り、この2つの城は孤立しているので、この2つの城をうまくこう守らないといけないんですよね。で今攻められてる矢神にもみで本拠地二条御所で朝宮に伊賀上野、この辺りももう兵力がほとんどない。安土城は今信忠軍に攻められてますね。で長浜城も孤立、ちょっと厳しい戦いが続きそうですが、ちょっとこの先ね、まあ、信長を討ち取ることに失敗してしまったので、このまま、まあ、続けよう、あがいてみようとは思ってるんですけど、連合も結べない今でどういう戦略でやっていくべきか、ちょっとね考える時間をもらいたいと思いますので、一旦ここで終わりにして次回この続きをお届けしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。